67式汎用機関銃は中国が独自に設計開発した汎用機関銃である。それまで中国人民解放軍では日中戦争から用いてきた ZB-26 をはじめ日本軍から露飼した機関銃やアメリカ、ソ連から供与された機関銃など非常に雑多な種類の機関銃を運用していた。これらの機関銃は 弾薬の統一などはされていたが、根本的に構造が違うため部品や操作の互換性などはなく、老朽化も著しいことから、機関銃の統一が必要であることは明らかであった。中国は建国以来、兵器、技術ともにソ連からの支援に頼っていたが、1950年代後半になって、中祖対立が深刻化すると、 ソ連からの技術支援は望めなくなり、中国は初めて機関銃を独自開発するに至った。基本的な外観は、ソ連製の PK 汎用機関銃を手本としており、作動は、PK やその原型となった、アカムと同じガス圧によるもので、重心とボルトの固定は、SK スカービンと同じティルトロック式、弾薬は、 ワルシャワ条約機構統一弾薬で PK と同じ 7.62X54mMR 弾など多くの種類のソ連製内紙はその他の国の機関銃を参考に設計された。キャリングハンドルも PK に類似したものが同じ位置にあり2脚を用いると軽機関銃に3脚に乗せると重機関銃に対空銃火に乗せると対空機関銃になるという汎用性も pk と全く同じであった。数少ない識別点として、中高にラッパ状の消炎器が追加してあることと、後期型は、重症が pk と異なる56式自動不やりと、同じものである点が挙げられる。1967年に、正式採用され、中国人民解放軍に配備された。しかし、開発、製造ともにノウハウ不足であり、しかも、 折からの文化大革命が生産現場の混乱を招いたため、いざ運用してみると、重心の極端な加熱、摩滅の速さによる命中精度の低下、実践での故障率の高さなどの問題が次々と露呈した。そこで改良が進められ、1978年に改良型の67から1式が追加正式され、1982年には、 重心の厚みを増すことで耐久性を上げた67から2式が追加正式された。重なる改良で後期型は中国軍の主力機関銃の地位に立つことができたが、欠陥の根本的解決が行われなかった初期型は退役し、ベトナムやアフリカ諸国へ転売された。現在、 中国軍内では95式自動不槍と同じ5.842メートル MDBP-87 を用いる88式汎用機関銃への転換が進んでいる。ありがとうございます。